私は長野県の出身で、高校時代に社会学に興味を持って大学では社会学をぜひやりたいなと思っていたんですけども、人のこう言動に結構興味があって、なんでそういうことを言うんだろう、うまく人間関係がうまくいかないこと、そういうことをこう学術的に解決できるかなと思ったり。学童に実習に行って、こう子どもたちの様子をこう観察して、それをレポートにする、それはすごく面白くて、そのやっぱり心理学的とか教育学的なこう基礎知識を持った状態でこう子どもたちを見ると、あ、そういうコミュニケーションを取るんだとか、そう新しい目線で物事を見る。人間文化学部だけある実習で1年生の時にやるんですけど、その担当する教授も毎年違うので、で私は、放課後デイサービスを調査するっていうのにのチームに入って、で彦根の中にどういう施設があるかなとか分かれて訪ねて比較したり、施設の方にインタビューしたり、子どもたちとも喋ったりしていて、でその別な授業でその小学校に付属してる学童も行ってたし、で逆にそういうところではちょっと過ごしにくい子どもたちの場所も訪れたりしたので、こう私はとてもラッキーだったんですけど、そのどっちも行けたのが比較できて面白かったし、でその障害児支援とかって本当に難しいし、こう議論されていることだったから、こう現場も見れたことはすごく良かったなって思ってます、はい、社会とかその今ある制度とかに結構こう疑問を感じてる人とか、こう人間関係とかに興味がある人がこう来てる、学科に来てるので、なんていうか極論で言わずに、こうちゃんとなんて言ったんですかね、こう相手のことも思いやりながら自分の意見を言うっていうか、そういう見方もあるし、こういう見方もあるよねっていう考え方ができるようになったかなと思います。こうやっぱり答えのないことを基本的にずっとやってるから、やっぱりこれっていう世界はないし、ちゃんと楽しめるためにはやっぱり否定を しないとか、そういうことはすごい心がけるように